い、それでは挨拶があり、はい、ご陽気に参りましょう、はい、まあ、まずは昭和のヒーローの曲からですので、皆さんで一緒に歌ってください。はい、はい、ワン、ツー、サン。に声をかけてですね、はい、ちょっと、ね、はい、普段は R80 ぐらいでやってます18じゃなくて80ね、はいはい、今日は R、 まあ、見たところで、まあ、ぐらいでいてるかな、だいぶ若向けの演奏で、はい、言うと昭和なんですけど、やっております。はい、じゃあどんどんいきたいと思います。次の曲はですね、はい、まあ、いきなり1曲目がルパン三世のようでありましたが、まあ、ルパン三世のアニメの中には、ルパンの宿敵銭形警部というのがね、はい、いはります。いらっしゃいましたね。続きましてはそんな銭形警部のご先祖様の歌をよろしくお願いします。おばあちゃんにも大人気のこの、はい、参りましょう。それではワン、トゥー、はい、ヒフミよ。
感じでやっております、はい、聞き馴染みあるからそうやね、またやりましょう、聞き馴染みあったところで、はい、まあね、我々も一応先ほどシンガーソングライターとシンガーソングライター、の走り君ね、走りでございますので、はい、執行にいますけどね、はいはい、今日は次に一曲ちょっとオリジナルの方、年々感じの違う、はい、ケイ君もう若い頃に作った曲をどっちでいきましょうかね、どっちがいいですかね、今日はどっちがいいですか、分かれ、どっち選択肢が分かれ、今んとしっとりした方とポップな感じとアレンジが2つあるんです、そうなんですよ、これ落ち着きます、それともじゃあもうそのまま勢いのままいきますか、勢いのままいきます、それはちょっと厳しい、なかなかそれは誰もがそんなそんな器用じゃない不器用です、不器用ですから高倉健バリに昭和なの昭和なのでどっちがいいかな、じゃあ普通に、はい、じゃあアップテンポでいきます、アップテンポで、はいはい、はい、このままのノリでいくぜ、そんなノリの曲ではない、なんでそんなちょっと長渕みたいなそんなノリの曲ではでは行きますか、では行きます好きな船ファッテルペイオI'm not afraid to die.
ということですね。あれですか、1時間半くらいで歩いて帰るんですか。すごいですね。逆に不健康のような気が逆に膝とかに負担がかかりそうな気が最近足引っ越してる時あるから。そうしよう、手足短いのをごまかすためにですか。逆にあの手足短いのをごまかすためにです。逆にこうお腹出た方があの手足短いのをごまかせるように。いやドラえもんみたいなのドラえもん。まあいずれにしても、はい、顔がでかいのはどうしようもない。我々もそうなんですけど、はいはい、そうですね、人のことは言える。顔がでかいのね、どうにもバランスがなかなかね、合う帽子がない。帽子なんか絶対入りませんから。そうですね、はい、高くついてしまうんです。で、私今ヒゲ伸ばしてるんですけど、はい、これ3月いっぱい。あ、もう今月、はい、今のうちです。はい、はい、今ね、そう、働いてたがヴィンテージ楽器屋さんが2月で閉店しまして、はい、そうですよね。今は本当に専業ミュージシャンで世知辛い、歌を歌って暮らしてます。はい、はい、いいですね、かっこいいですね。なんか聴いてるだけやったら専業で、自称ミュージシャン、自称ミュージシャン、なんかで捕まったら自称ミュージシャン、ニュースで流れるから、自称シンガー、自称アーティスト、何でも言える、はい、自称アーティストでね、何のアーティストやねん、俺の生活自体が芸術やよ、よくわかりませんけど、まあでもね、3月いっぱいで剃らないからです。あ、そうです、4月1日から水田市役所で働く。でも公務員ではないんですよね。公務員じゃないです。公務員じゃないです。バイトです。バイトです。単なるバイトです。いや、臨時雇用職員。はい、歩いて5分なんでね、うん、一番近いところ。はい、ああ、すごいですね。これもね、あの歌ってたらね、あの相方あの麦谷さんが市役所で働いてるんで、それの仲間を呼んでもらったんですよ。そしたら人事部の課長がいて。うん、仕事なくなるんですよ。でうち来るっていうか、行きます。はい。私人生すべて歌関連の仕事をつないでます。すごいな。生き様がアーティスト。まさにね。うん、うん、そうやって自分を日々慰めてる。ものはいいよう言うね。ね、はい。昨日の一郎に比べたらとね。なんとまあ。比べんなよって。まあ考え方は一緒ですよね。はい。なんか一つの時代が終わる。大丈夫、平成も終わりますんでね。はい。はい、まあそうやってね。はい。いろいろもう50年以上生きておりますけど。はいはい。もう歌も歌い続けて40年ですけど。はい。大変ですね。大変ですよ。このまま死んでいくんですよね。はい。独身ですからね。はい。ザ孤独死。孤独死まっしぐら。はい。そんな男の歌をお送りします。うん、さすらい続ける男の歌、風のまま。Thank you.
ございました。元祖サザン初本舗、チェンドガットさん初出演でございます。はい、私ね、何でしょう、高槻のとんど団地出身なんですけど、お地元には弱い。何ですか？あんまりね、地元のお店に縁がないというかね、はい、ああそういうことですね、はいはい、結構高槻茨城あたりは、うん、東京とかあっちの方ね、青森とか沖縄とかには強いんですけど、はい、近場はあかんの。なのでくれぐれもよろしく、これからね近場で、ね、頑張っていこうって言うても住んでるのは吹いたんですけど、ではまた今度ね、はい、4月からは、市役所帰りに行きます、はい、頑張りましょう、はい、よろしくお願いします。では最後にもう一曲、もうねそんなオリジナルやったってね、そんな知らんわ思わないわと言われてもあれなので、最後にもう一曲カバーを、はい、うちも、ね、オリジナルの演歌とかあるんですけど、ね、あるんですけどね、はい、涙道言うんですけど、ね、今日は真骨頂の最後は最後はみんなで一緒に歌える歌が、はい、いいですね、いいですね、はい、では、うん、魅惑のジュリータイムに突入します。昆布のように揺れていただいてね、みんなで一体感を出していきたいなと思います。はい、それでは、プランソタナウス本舗お別れの曲でございます、はい、まだまだライブが続きますんで、はい、これからも楽しんでください。はい、それでは最後に曲ご自由にどうぞ。ワン、ツー、スリー、はい。壁際に